お化け屋敷は僕、歩いて入ったことがなくて、今日は歩いて入るって聞いたので、ビビってるんですけど。去年、紅白歌合戦にも出場したジャニーズの新星、中山優馬さんがお化け屋敷に初チャレンジ。びっくりー。無事に脱出と思いきや。めっちゃ怖くて、暑さがもう吹っ飛びました。